ンポン。私って女子力高いですよね。うん、妄想。あ、スマホか。この規制弱視音なの？面白いでしょ？ドン引きだよ。え、なんだって？いや、最近友達に、ゆかりちゃんって女子力高いよねって言われたんです。ほんまかいな。本当です。ゆかりちゃんにそんなこと言う人おらんやろ。むむ、じゃあ証拠を見せてあげます。ほら、この子です。猿じゃねえか。この子に肌ツルツルで羨ましいって言われたんですよ。そりゃ猿は毛生えてるからな。先生はお化粧もバッチリなんです。見たことないですが。むむ、じゃあ今からするからちょっと待っててください。それバッチリメイクの慣れの果てだったの？どう？この詐欺メイク並みの変わりっぷりは。どうあがいても浮世絵。あと女子に重要なのは香り。はあ、すれ違った時に香るプーンとした匂い。どうでもいいけど擬音間違ってない？それを可能にするのがこれだ。焼肉のタレ香水。香ばしいな、やめろや。この香水をシュシュッとかけて、この香りで寄ってくる男子を一網打尽。やだ、そんな腹ペコ男子。うふふ、これで全世界の男子は私の虜。こんにちは、焼肉のタレ草。